ララネゴザヘルオーヘブン、まずは存在するだけで。しゅうちゃんしゅうちゃんしゅうちゃん、これかけてみて。自分のケーツ違うでしょ、違うでしょ。プチプチイエーイ、プチプチプチ。やお、今から行くコストコ、イエーイ。そしてリストックする俺らの飯とこ。おい、すごくね。あ、すいません、なんかすいません、大変失礼いたしました。すいません。皆さんこんにちは、ヨナです。今日は二人でね、休日を過ごしていくっていう感じなんですけれど。ん？あ、すいません。Say hi! Hi! 二人で今日は休日を過ごしていく予定なんですけれども、コストコに行ってくると思います。めっちゃ久しぶりに行くよね、コストコ。俺は久しぶりじゃない。あれ、嘘？一人で行ってたの、コストコ。知らなかったんだけど。知らなかった。行ったんだよね、なんかあって。嘘？私思ったんだけどさ、うちらってコミュニケーション不足だよ。ああ、それは原因で別れちゃったさ。昨日見た映画に引っ張られすぎなんだよ。それな。はい、という感じで、私は久しぶりのコストコなんですけど、私も知らなかったんだけど、ショー行ってたみたいで。だからコストコ行って、今日はまあ、これからちょっとランチして、コストコ行って、で、いつもみたいにこういうの買ってますよっていう購入品紹介をしていきたいと思います。思い出した、これ。何？チャーサージャンプジャンプ、着きました。こちらですね、私たちの結構大好きなカフェラベタでございます。ここね、めちゃめちゃオシャンなんだけど、あれオシャンなんだけどの続きないわ。すごいオシャンなんですよ。でご飯も美味しい、最高です。ここはぜひ皆さんね、ルエに来る際は来てみてください。何にします？ちょっとだって重いよ、普通にね。値上がりすぎて着るんだよね、これさ。全部に出るんですよ、正直。 LA のどこに行っても値上がってるなって思って、マジで外食すんのちょっとしんどくなってきてるよね。どうしようかな、ブレックファーストサンドイッチとかもそうだけど、その値段に全く抵抗のない食堂が多いからさ、うん、困るんだよね。そうだね、 LA は金持ちが多すぎますね。店内がさ、本当にエグいくらい可愛くって、めっちゃ好きなんだけど、店内食べたことない。店内さ、なんかね、テーブルがすごいちっちゃくって、それが可愛いのかなって思うんだけど、やっぱご飯食べるときさ、大きいテーブルで食べたいじゃん。だから店内食べたことはないんだけど、すごいね、可愛くて、私はめっちゃおすすめのカフェです。で、結構なんか DM とか YouTube のコメントとかでも、なんかおすすめのカフェとか教えてくださいみたいなコメントいただくんですよ。で、私って、まあ、一応その Vlog っていう名目で動画を撮っているので、結構なんか、じゃあ例えばコスト行くとか、そういう日にも最初カフェ寄ったりとか、そこでなんかいろいろカフェとかおすすめしてるので、ぜひね、過去動画遡ってみてください。結構な確率でカフェとかおすすめのレストラン紹介してるので、そこからチェックしてください。900円のコーヒーでございます。900円のコーヒーでございます。どうですか、お味の方は。うん、でもさ、なんか7ドルのコーヒーとさ、900円のコーヒーってなんかだいぶ響き違くない？なんかそうなんだよね。なんか日本ってコーヒーってさ、なんかコンビニの缶コーヒーで200円もしないっていうイメージしかないんだけど、はいはい、こっちってコーヒーって基本的に安くても4ドル55ドルぐらいするね。200円でコーヒー買える世界線ってガチでヤバくない？みんなその使ってるコーヒーの質が気になる、うん、大丈夫だよ、 LA が高すぎるだけだよ。マジで本当に LA が高すぎるだけだから。そう、はい、はい、コーヒーに関しては日本何も悪くないから、みんな美味しいって言うもん、日本のコーヒー。すげえバーガー見て。そっか、普通にバーガーか、当たり前か。いただきます。あ、おいしい。やばい、飛びそう今、ちょっと食ってるんだ。おいしそうだね。うわー、おーシッ、おいしそう。でっか、クソエロいんだけど、これバチクソエロくない？これバチクソエロいわ。ごめんみんな、子供がいるところで私の動画見ないで、本当にごめん。欲しいですね、しょっちゃん。ねえ、テレビ欲しいね。買おうか。高いんだよね、テレビ。なかなかさ、自分たちで住んでるとテレビ買うって勇気いるくない？何買う？何買う？え？
分かんない。何しに来たの私たち。とりあえず見るんだよ、コストコの商法に乗るんだよ。私たちあれだよ、テレビすらケチってんのにさ、そんな商法に乗る余裕あるんだったらテレビ買えたらしいね。じゃあ買う。ちょっとだってさ、結構でかい買い物じゃん。なんか別にさ、じゃあ買うお金がないっつったらそういうわけじゃないんだけどさ、半分に割ったら安いよ。いやそう、いや安くはない全然。なんかなんていうの、例えばさ、ハワイに帰る航空券とか400するやん。でテレビも正直そんな変わんないじゃん。でテレビってなると抵抗あるんだよね。例えばさ、うん、航空券買ってするじゃん。買う。一回飛んだらその金も戻ってこないよ。テレビ買うじゃん。テレビまた転売できるじゃん。じゃあ買えばいい。ちょっと戻ってくるじゃん。じゃあ買えばいいやん。で航空券よりはコスパはいい。テレビは。で航空券でも航空券経費で落としますから。パソコンのモニターとして買いましたって言えばいいんじゃない。それは。テレビ。何が悪くない。税理士さんに怒られちゃうよ。税理士さんに怒られるだろ絶対に。テレビも経費でちょっとそういうね。無理だよそれは。だってプロダクション会社とかもさ、テレビ買うわけ。買わない。経費。あたって落ち着け落ち着け。え待ってマジ今一周したけどさ、無駄にさ何も買ってないよ、やばくない？うん。You have something in your mind？ いや鍋。私が昔買った鍋にケチつけたからね、あれだって。テフロン加工じゃん、俺テフロン加工の鍋一切使いたくない。なんで私あんな、私そのテフロン加工とよくわからないんですけど。ノンスティック、僕のノンスティック。よくない別にあの鍋。私気に入ってるよ。ノンスティックあれなんだよ。体に悪いよ。あそうなの。健康にすげえ悪いから。そう、お父さんになったらめんどくさそうだよ。いや、すでにめんどくさくない。すでにめんどくさくない。うん、いや、自覚あるの。え自覚あるんだ。少し。あ、自分がめんどくさいっていう自覚はあるんだね、よかった。バージョンで、うん、そのクリスマスまでに、うん、ディセンバーファーストまでに、ディセンバーファーストから24日までの、うんうん、ビールが1本ずつ入ってる。え、めっちゃすごくない。え、面白い。ギラめっちゃあるよ。ジェピンに買ったけど。じゅんぺい、ね、日本土産でも持って帰れないよ、こんなに重いし。重くないこれ。税関に止められると間違いないわ。やっとあれですよ、もう入ってきて15分ぐらい経ってるけど、やっと1品目ですよ。クロワッサン、これ美味しいんだよね。後でちゃんと紹介しますね。みんな見て、これとんかつ用の豚肉あるよ。なんかよくわからないチーズまた持ってますけれども、なんだこれは。か大丈夫。なんでこれ買ってあげるよ。これ買ってあげる。子供が入ってんの。そうだよ。あ、違う、子供入ってないよ。じゃあ私翔ちゃんに黙ってたんだけどさ、うん、生理来ないの2ヶ月ぐらい。いや嘘つけ。違う、ほんとほんと2ヶ月ぐらい来ないから買おうよ。来てたの知ってるから。違うよ、来てない。2週間前ぐらいに来てた、ね、来てないからね、来てないから買おうよ。2週間前ぐらいに来てたの知ってるから。なんで知ってんの。知ってるから。なんで知ってんの。怖っ、マジで。飲む？ピーチアイスティー。大丈夫です。飲むの。うん、なんか私さ、あそこでさ、美味しいって言ったけど、あんま美味しくないな、これ。じゃあこれ本当にあんま美味しくない。飲んでみて。詐欺じゃん。詐欺じゃないよ。Just trying to be nice。飲んでみ、これ。マジ、あんまり美味しくない。なんか後味が変なんだよね、わかる？普通じゃない？めっちゃ。美味しくないは言い過ぎたけど、あんま普通、美味しくない。全然嫌いじゃない。マジ？ヨーグルトある、私の好きなやつや。しかもこれえ、買うべき。でもバニラシナモンとか私多分食べないよ。食べない、それ知ってる。あ、ほんと。この幅さ、えぐい長いの。これこんなの家の引き出しに入らないよ。見て、入るけど。入らんよこれ。入ると思う。ほんと。こんなでかいんだよ。あ、重い重いわこれ。とてもはい、それでは購入品の紹介をしていこうと思います。今回は合計でちょっと、ね、携帯メモしたんですけど、税込みで215ドルと81セントです。日本円でいうと3万円ぐらいですね。すげえな。はい、まずはこの海苔。これはよく見てる人は知ってると思うんだけど、私大好物の海苔です。これ多分買うの3回目ぐらい。このキルクランドの海苔めちゃくちゃ美味しいので、カークランドの海苔すごく美味しいので。あれあれ、どう書いてあるやんけお前。カークランドです。カークランド、カークランド。ねえ、なんでそんな笑うの。無理すぎ、マジで笑いすぎなんだよ。キルクランドはマジで草。草じゃねえよ、森だし。はい、カークランドの、カークランド、カークランドの鳥です。で、これショーがよく買ってるグラノーラ。これね、プロバイオティックが入ってるから、うんこめっちゃ出るらしいです。だからうちのトイレいつもあんなに臭いのね。なになになになって。うんこ臭い。うんこ、だってうんこしすぎなんでしょ。知ってるよ、もっとしな、してないんだけど。はい、次アルミホイル。アルミホイルね、うちなくなってて、すっごいさっきさお店で見せたさ超でっかい。あー、何してんのあんた。購入品紹介してんのこっちは。私の靴ねえ、人の靴下で生え潰すのよくないよ。しかもそれ私ネイリストさんからもらったタンプレだし、それだから自分の T シャツとか使いなさいよ、生え潰すんだったら。最低すぎるマジで。はい、嫌いなんだよ俺。どう、私の靴下使わない。
使わねえだろ普通人の靴下、自分の使えよ、相場自分のだろ。はい、アルミホイルなんですけれども、お店で見た超でかいやつじゃなくて普通にね常識範囲内ぐらいのサイズもありました。パイナップル買いました。最近なんか私が体型維持の動画でも紹介した通り、あんまりその完食する時におやつじゃなくてこういうフルーツ系を食べようとしてるので、パイナップルめっちゃ好きなんですよ。なのでパイナップルを丸ごと購入しました。これめっちゃ安いよねパイナップル。でこれはね多分私はそんな食べないんだけど、バナナですね。これしょうちゃん買ってきたバナナです。これね、ひなことワキワキするのしないの。あ、どうしたんだよ。あいつニューヨーク行くから相手してくんないよ。あいつ最低すぎない、ニューヨーク勝手に行くの、ね、私ひなことニューヨーク行きたかったのにさ、あいつ他の人とニューヨーク行くやん。え、バカ寂しいんだけど。いや、他のとこ行けばいいんだよ。いや、あんたひなこと、フィラデルフィアとか。え、フィラデルフィアとか。フィラデルフィア行って何するの。でもひなことニューヨーク行きたかった。何します、ニューヨークは。え、行きたいの私は。クソ汚いよ。なんでニューヨーク、ニューヨークになんか親殺されたの、ニューヨーカーに。なんでそんなニューヨーク嫌う。俺はもうニューヨークでできたベイビーだ。え、そうなの。え、それってニューヨークの病院で生まれたのか、ニューヨークでセックスして生まれたってこと。俺が生まれる前に親はハワイに引っ越したんだけど、はい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 、母ちゃんが妊娠してた時は俺ニューヨーク。じゃあニューヨーク、メイドインニューヨークってこと。メイドインニューヨーク。大丈夫、これパパ見てるんでしょこの動画。私セックスって言ってるけど大丈夫。別に前の動画も全部見てるし、多分それも見てるからこと。元気お父さん。はい、次行きます。こっち来る？こっち来る？彼女意味？いや、俺もこれ見てるの。見てるの？コンビニ紹介。なんでこっち見てる？これ携帯でこうやって映せば翔ちゃんも映るっていうね、知ってる？これ。で次いきます。コールドプレスジュースです。これ結構値上がりしてったって翔が文句言ってたんですけど、私は好きなんで購入しました。2ドル上がってた。2ドルも上がってた。前買った時6ドルちょっとやん。覚えてない、そんな安くなかったと思うよ。7、8ドルぐらいしたと思うよ多分ね。で次はこれ私さめっちゃ嬉しかったんだけど、見てこれチョバニ。これ私の動画よく見てる人は知ってると思うんだけど、私チョバニのヨーグルトがめっちゃ好きなんですよ。でよく買ってたんですけど、これがまさかのね、この16個入りで14ドルって4ドル安くなってたよね。元値が13ドル99で4ドル安くなってた、うん、やばくない？ガチでやばくない？わうわう、やばいよね。16個、やばいよね。これだけなんか見ただけでラップできちゃいそうだわ私。プーチプーチ。サングラスかけてないやん。桜さっちにある。私ここにあるよ。私こ、え、自分がやりたいの。やりたい。じゃあいいよ、はい。あ、プーチ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 。よ、俺らはコストコでヨーグルト飲まないよ、俺はヤクルト。おい、飛行機飛んで行くよ、フランクフルト。返して。違う、なんかね、翔ちゃんのプチプチは地味にね、ちゃんと韻踏んでて面白くないんだよね。じゃあ、いいんだよ、すごい上手いなって思うんだよ。でも、例えばさ、ケントにさ、プチプチ、あ、ごめん、プチプチさせるじゃん、ケントに。まずこれもさ、病気なんだけどさ、プライベートで2人で飲んでる時にプチプチしてるの、うちらやばいよね。何のためにやってるの。え、普通に楽しいからやってんだよ。じゃあ、プチプチってそもそも動画用に生まれたノリじゃないからね。ついに動画用でやってるわけじゃなくて、プライベートでずっとやってて、で動画で知ってるけど、その2人だけでやるのってだいぶ、めっちゃ楽しかったよ。でもだってケントがひどいじゃん。だってあいつのこの間私がジョシュアツリーの冒頭でちょっと載せたやつが、俺のおでこから出るおでん、それを食べる僕だよ。あいつのプチプチひどくない？だから面白いんだよ。翔ちゃんはねちょっと上手いから、反応が取りにくいんだよね。ちょっと目線下げて。ごめんね、ごめんね、落ち込まないで。あー、チャーシュー、かわいそうに。チャーシュー。バカみたいじゃないか、俺バカみたい。ちょバカなの。はい、次いきます。次ですね、ラップ買いました。このラップが早くしようかな、これやばくない。やばくない。どうぞ。好きだよ。じゃあいいじゃん。出たよこれ、翔ちゃんのパルメザンラチアーノ。パルメザンラチアーノ、はい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 、あのチーズです。これいつもね、こすってなんか作ってます、翔ちゃんが。次はチキンです。でこのチキンさ、私さすごい晩ご飯でチキン率高いんだけど、いつもホールフーズとかで買ってたのね。でホールフーズでチキン買うと高いのよ。なんかこれ今さ見せた大容量のやつあるじゃん、これで13ドルとかだよね。13ドル72セントでホールフーズで、多分これのリアル6分の1買うだけで8ドルぐらいするの。マジでチキンはするよ。それ10ポンド近いの。いや、あ、そっか、もっと少ないのか。で1ポンドぐらいの。それ10ポンドじゃん、うん、で、ホールフーズって1パウンド8ドル、うん、するする。え、めっちゃ高くないって考えると頭おかしいの。だから、あのチキンは絶対ホールフーズで買った方がいいと思います。いや、コストコね。あ、
コストコで買った方がいいと思います。次、プロテインです。これですね、プロテイン私いつもねコストコのやつ飲んでたんですけど切れちゃって、なので買いました。これすごくいいです。28ドルしてで、どんぐらい入ってるんだ、結構18パック入ってるから1本だから2ドル以下かなってことです。めっちゃ安くない？そう考えるとすごくおすすめです。でプロテインはなんか毎日飲むんじゃなくて、私は基本的に運動後に飲むようにしてます。なんかね、私の周りのプロフェッショナルといえばケントちゃんなんだけど、ケントちゃん曰くプロテインはなくてもいいらしいんですよ。でも翔ちゃんはまあ飲んだ方がいいんじゃないって言ったんで、まあじゃあ運動後にちょろっと飲もうかっていう感じで、2人の意見をなんか割って、あれ足して2で割った感じでいただいてます。プロテインは何してんの翔ちゃん？あれ探してんだよ。何？最近の契約の更新の解約しようとしてる？いやね、延長してない。あ、そうかそうか。はい、次クロロックスです。このクロロックス前ケイちゃんと一緒に住んでた時に結構買ったんですけど、もう全部なくなっちゃって、でもケイちゃんと最初買ったのが去年の5月だから、やばくない？1年以上使えた。1年以上使えたってことすごい。ケイちゃんとルームメイト解消する時にケイちゃんが引っ越した時に半分ケイちゃんに分けたから、その私が使った分、その共通で使ってる分、なんていうのかな、もっと少ないんだけど、ってことは多分これって普通に使ってたら2年ぐらい使えるってことなの。ガチでやばくない？すごい嬉しいです。いい買い物しました。これはなんかスパークリングウォーターです。ショーがねめっちゃスパークリングウォーター好きで、なのでスパークリングウォーターを今回買ったっていう感じです。はい、以上、購入品紹介でした。まあ、こんな感じでね、本日のコストコ行ってきましたよっていう感じの Vlog をおしまいにしたいと思います。皆さんこの動画が良かったらぜひですねグッドボタンとチャンネル登録と、それでね周りの友達にこういうやついるんだよっていう風にね拡散もしてもらえるとすごくすごく嬉しいです。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャソ飽きたの？動画映るの。これリニューする？するよ。引っ越すの？出すわ、これ。出してくれ。オッケーオッケー、了解。切れすぎてるわ。マジ？